ワッツアップエバリー、涼介です。今日はね、ブラジルで、伝統的な汁っていうかね、飲み物を紹介したいなと思うんやけど、今日はね、こう2つブラジルの伝統的な飲み物を紹介したいなと思う。まあビールとかいつも飲みようから、その辺は置いといて、今日はアルコールではなくて普通にブラジルの人から愛されちゃう飲み物ということで、まず1つ目がここですというか、アサイジュースなんよね。アサイがめちゃくちゃ飲まれちゃって、まあ、俺のイメージハワイとかアサイボールとかよくあるなと思ったけど、ブラジルの方が全然アサイ、もうそこら中にね、アサイあるから、アサイをまず飲んでみたいなと思うので、まずここからね紹介したいと思います。かわいい。アサイ？シン。アサイ？シン。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 うん、でも全部かけたれ、おめえだかわいいな。アサイすごいな。これ飲みもんじゃねえ、シャーベット。全然飲み物じゃなかった。かわいい、めちゃくちゃチョコレートとさ、これ何、モランゴ、あ、シューベル、オッケー、いただきます。アサイすごい、うん、うわ、アイスとシャーベットのちょうど間みたいな食感、うん、うわ、美味しい。でもチョコレートがいい味聞いちゃうな。アサイはこれなんて表現したらいいんやろ。グレープとパイナップルの間みたいな感じ。全然違うか。でも美味しい、すごい。ドリンクではないけど。これはまず1つ目、これはね、現代風に流行ってるというか、どこでも飲まれちゃう。もう1個、さらに地元の人に愛されちゃう、昔からあるローカルのシチルみたいな飲み物、それをね、ちょっと食べに来たいと思います。値段言うの忘れちゃったけど、これで、140円、安いよね。うん、これめちゃくちゃお腹に溜まる。なんかフードシャーベットとアイスの間めっちゃ量多い。チョコとこの間にストロベリーを入れてくれちゃうよね。うん、食べやすい。今ね、街中利用ってのこうやってね、街中にアサイのお店が多いよね。食べ進めたけど、未だに味が全然こう表現できなくて、本当でもね、感じ的に食べちゃう感じ的にもうかき氷感がやっぱ強い。味はね、もう本当表現できない。アサイよ、アサイ。わからん、その味は。アサイを食べてみてくれとしか言いようがないわ。うん、あったかもしれん。あったー、オミガあった。ここでね、頼みたいものがある。それがカルトルカードと呼ばれたやつで、サトウキビのジュースというのがこっちで名産なんよね。これを実際どんな味がするのかというのを飲んでみたいなと思って、しかもサトウキビがそこにたくさんあります。これを絞って飲むという感じやな。あ、これカルトルカーナ、カルトルカーナ、カルトルカーナ。あ、すごい。ジャパニーズはチャイニーズ。ジャパニーズ。あ、俺らのバンドですごいね、サトウキビ。みんな頼んでる。なんかね、ここは普通のこうお店、しかもね、ここね、焼きそばとか置いちゃうよ。面白いやん。どうする？これちょっとアップで、アップとかこのによって。行きますよ。おー、下下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 下
てるやん。すごいな、砂糖機にそのまんま入れてそのまんま押し潰してめちゃくちゃ汁出すの。そのまんま砂糖切りのジュースやな。ファンと見てくれ、これが砂糖切りのジュースっていうか、すごくないよ、バッチリないけど。一個頼んだ、いただきます。カルトンカーあんまっやばいこれ。2ついらなかったですか。震えてくるぐらい甘いんだけど、このサトウキビシェイクのバニラがあると思うんだけど、氷がなくなってこうベチャベチャになるやん。そうすると甘みしか残らないと思うけど、その甘みにプラス蜂蜜めちゃくちゃグワーッと入れて飲んだ感じ、わかるこれ、そのぐらい甘い。甘いね、すごい甘い。とにかくこれすごいわ。これもう時間かけて飲んだらマジやばい。いただきます。甘い。ああ甘い。さっきね、一緒に頼んだブラジル人の地元の人も美味しいよとか言って、もうこれも一気飲みぐらいしてるから日本によるブラジル人に俺聞いた話があって、あのこのサトウキビのジュースが飲めないから日本で寂しいって言ってて、これがこんな恋しかったやと思って、甘みっつすごいワンちゃんこれ体調悪くなる。すごいよ、甘かったやろ、大したものだやろ。どうやった？甘くて震えます。震えるよ、鳥肌立つ甘さです。昼飯これ一杯でいいぐらいのこのパコーンって入ってくるわ。ちょっと分かったかも、カスタードみたいな感じやな。カスタードもジュースにしてもうそれを食って飲んだ感じ、そんなぐらいね甘い。まあでもね、ブラジルで愛されちゃう飲み物ということで、まあ、ちょっと俺はね、俺自身が甘いのがそんな得意じゃないからちょっといいってなったけど、甘いの好きな人はね、まあ、これぐらいやったら多分ね美味しいかなと思う。この量はすげえわ。まあでも今日はね、このちょっともう名前すら忘れたもインパクトが出てきて、サトウキビのジュースとアサイね2つ紹介しましたということで、ブラジルに来たらどこでもね探せるんで、ぜひこれを飲んでみて体震えてみてくださいということで、今日も動画見てくれてありがとうございます。それじゃあ See ya! Bye bye! ぜひ朝食がすごいよ、この胃が全部サトウキビのあの甘み。てかよくよく考えたら、そのサトウキビの前にアサイの甘みを入れちゃおうかな。もう甘み天国、もう胃の中に。